新しいのに357日目でございます。だいぶ大きくなったものたちがある。じゃがいも大きくなったな。これは先週こんなに大きかったっけ。信じられない大きさになったんですね。じゃがいも旺盛だね。で、まあこれなんだこれ、人間運動豆わからない。もっとこう上まで土が伸びていかないなと思うけどね。まあ、話されてます。はい、茎ブロッコリーなんか先週ここの葉っぱが大きくなってたってお伝えしたのに折れてる。よく見たら折れてる。折れてるけどこいつだけちょっとこいつだけねちょっとなんか他のやつだと違うのよね。ここら辺美味しそうなの。他のは細くて美味しくなさそう。めちゃくちゃ花がもうね、花咲くとね、硬くて白くて食べられないね。まあ食べられなくはないわ。食べられなくはないです。だけど、白くなるんで、この花の咲いたのは全部こう、バーって切っちゃった方がいい気がする。で、折れても、葉っぱが大きくなってて、なんか、こういう塩梅になって、これは絶対美味しい。ここは絶対美味しい。花がやっぱ切っていかないとダメ。で、ピーマンの続報。こんな感じです。まだまだ葉っぱが小さい。なんだあれ、つるむらさきか。つるむらさきはいいわ。これな、これなんなの、ズッキーニなの。なんかズッキーニっぽいよね。だからで、トマト、オクラが見られている。オクラはね、なんでもなんか3ついっぺんにうわ、1個しかね。ナスとかぼちゃか、トマコシ。あそこのあの枝豆はね、敷布がかけられてます。これどうやら鳥にね、枝豆持っていかれたらしくて、こういう風な対策をせざるを得なくなってるらしいですね。はい、いわく新しの園357日目。1年前に比べると全然状態がいいね。そうは思いませんか。はい、ってな感じで今日はこんなところです。おっ、ちょっと待って、苗が植えられてる、苗が買ってこられてるね。当てられるかな。これはなんだ、ウリ、マウアウリ。いらねえ。ナスがあって、赤じそがあって、なんだこれは、なんだこれ、なんだこれは。スイカ、ニューメロン、メロンなんか育つわけね。で、これがマンガンジ唐辛子。唐辛子ってマンガンジってこんなの違うだろう、絶対に違うだろう、こっちだろう。セロリ、セロリでした。こっちが万願寺だね。あー、はあ、買ってくるの、まあいいけどさ、いいけどさ、もう畑がもうわやだな、これ。いろんなのがいっぱい適当に植えられる畑になるなら、まあそれはそれでよし。ちょっと終わりがぐだっちゃいましたけど、新しいのね、357日目でした。ほなまた。